ゲームは1日1時間、北陸 YouTube かっこ仮ゲーム部言い出しっぺ大五郎です。最近かっこ仮を言い忘れる時が稀にあります。加藤理香さんもだいぶ言い忘れてますね。もうこのまま北陸 YouTube でいいんじゃないのかっていう気もするんですけど、もしかしたら他の誰かが使ってる可能性もあるんですよね。 YouTube の部のとこを漢字にするっていうのは結構検索すると全国で何名かおられるので、なんかそれに被っちゃうのがあんまり自分としては面白くないかなっていうのはあるんですけど、まあまあまあいいネーミング、もうちょっと仲間が増えたいいネーミングをみんなで考えたいなと思ってます。はい、ちょっと時間が空いたんですけど、久々のゲーム部です。自分一人で活動してるので、まあいつでも撮れるんですけども、なかなか仕事が立て込むとちょっと撮れないっていうのもあって、今4月2日なんですけども、モンストの月末と月始めに必ずある超重震災ガチャを録画するつもりで、オーブまた貯めといたのに、今、時刻が1時なんですけど、あれ2日目の12時までなんですよね。録画しようと思って、そのために撮っといたのにすっかり時間を過ぎてしまいまして、ガチャをすることができません。あとモンストでなんか今イベントが始まってるみたいで、日本全国各地のお花見スポットに持っていくと、その場所で限定のクエストがある見たくて、それをなんか本当はやりたいんですけど、まあそれ別にまあやるんですけど、録画はできないんですよね。録画の装置を持っていくことができないので、ああいうのって実況プレイの人たちどうやってるのかな。もう ビデオカメラでスマホをこう撮る感じになるんですかね。でもそれだと画面見づらいもんな。あれはどうするんだろう、どうやってやるんだろう。まあちょっとまた考えてみますけど、はい。ということで、久々のマインクラフトなんですけども、前回は、バベルの塔と称した、塔をですね、自分のアジトの屋上に作ったんですけど、後で見たら、95回100回100マス以上建てようと思ってたら100マスも届かず95マスあたりでやめてしまってたので、失敗しました。まあこれはまたいつかチャレンジしたいと思います。まあ今のとこ95マスまで建てた塔があれば、まあ周辺にいる限りは一応目立ってはいるかなと。まあただやっぱ遠くに行けば行くほどちょっとやっぱり見失ってしまうので、結局高く作っても遠くに行ってしまうと結局意味がないみたいなので、これはでも皆さんどうしてるのかなと思って、ちょっとネットで調べたんですけど、なんかどうやら紙を使って本を作ったりは多分したと思うんですけど、なんかマップを作ることができるみたいなんですよね。コンパスってのもあるし、マップってのもなんかあるし、なんかそれをうまく使えばそんなわざわざ塔を建てなくても
自分のアジトの場所が分かるようになるのかもしれないなというのが、ちょっと調べたら分かりました。はい、今日は、立ち上げた時にバージョンアップみたいな感じでなんかダウンロードが始まったので、もしかしたら何かしら設定が変わったのかもしれないと思うので、ちょっと今ちょっとやってみます。あ、え、見た目めちゃくちゃ変わっちゃった。何これ、え、は、え、き、え、なんかすごく変わっちゃった。え、これ石、あれ、バグってる、なわけないか。あ、この辺の表示は一緒だけど、え、見た目がすごい変わってるんですけど、これは何すか？え、なんか、なんだろう、見づらいような気がする。ほら、この辺の境目とかが、なんか、模様がきつすぎて、え、こんなん、え、こ、あれ、ちょっと、外を見てみようかな。あ、なんか扉もなんか、変。え？なんか見た目変わっちゃいましたね。あれ、草もなんか。まあ、そのうち、慣れるんかな。この木に関してはちょっと見づらい。なんかしましますぎて。あれ、前の方が良かったな。これでもなんか見え方変えられたりするのかな？こんなに見た目変えちゃうんだ。なんかショックですね。なんか、戸がなんか、同じ材質にしちゃうと、すごくわかりづらくなっちゃった。というかこのなんだろう、このしましま感がなんか、蛇柄みたいでなんか嫌なんですけど。こんな風になっちゃった。しかもなんか心なしか視界が狭いっていうか、暗いとこに行くと狭くなるのかな。なんか火の色もなんか変わったような気もする。あれ？そうなの？まあ、とりあえず、気を取り、なんかこの辺変わった。なんかよくわかんないな。なんかよくわかんないですけど、見た目が変わってしまいました。バージョン変わってから。あ、そうなんだ。金が緑色。すごいですね。こんなに変えちゃうんだ。ちょっとびっくりしました。はい。ですね、丸石が結構溜まってきました。で、なんか扉の裏が緑。がっつり変えましたね。なんか、慣れるまで時間がかかりそうです。土とか石とか結構採集しました。これっていうのも実は、あ、なんか、え、え、こ
これ、え、丸石なんだよね。なんか丸石が模様が逆に何の模様もなくなってコンクリートみたいになっちゃってる。え、これ、これ本当にこのまま仕様なのかな。それともこれエイプリルフールだけの仕様なのかな。すっごくわかりづらい。丸石感がない。あれ、これ、これが丸石？あれ？なんか本当にバグってんのかな。なんか変。なんか変なんだけど。まあ、しゃあないか。変わっちゃいましたね。とにかく、実はですね、そうそう、前回は、ここから、これが岩盤らしくて、これ以上掘れなくて、で、ブランチマイニング、簡単に、鉱石、石、土などを、取るためにこうやって真横に効率よく掘っていくことにしまして、この通路の両サイドを掘ってってるとこです。で、これ多分ここで止めてるってことは、この先洞窟だったんですよ。洞窟にすぐにぶち当たって、で反対側これだいぶ進みまして、ポコポコ言ってますけど、あれ？ああ、そっか。多分ここも洞窟につながってます。で、ここ、まっすぐ行くと、なんか中途半端だけど、ここも、なんか音が聞こえますね。コウモリの声が聞こえるんですけど、ここの先も洞窟でした。まあ、洞窟に関してはまだ全然、この、ゲーム内ではあんまり挑んでなくてですね、もうちょっと慣れてからにしたいと思います。なんか本当に見づらい。で、階段、またちょっと登ったとこをまた掘り進めたけど、またこっちも同じように、同じ距離ぐらいで、洞窟になってました。で、こっち、こう、取ってないけど、なんか変な感じだな。で、こっち、こっちも進んでいくと、あ、ヒントがある。はい、取ってませんね。この辺り。ここも結局、多分、反対側のとこと一緒で、洞窟につながってました。はい。ということで、ちょっと採取しておきます。うわ、なんか見た目変。これ、この仕様はちょっと、この仕様変更はやめてほしかったなぁ。エイプリルフールだと思いたい。これ、あれ？丸石置いたらこんな風になる。なんだろう。え、なんか俺失敗してんのかな。本当に見づらい。なんか本当に見づらいんですけど、直らないかな、これ。ずっとこのバージョンでいくのかな。なんかでも多分本当はこれかな。このだって前のバージョンで、例えば、俺はあんまり凝った作りはしてなかったんですけど、これ、マインクラフトやってる方の中には、すごくインテリアにこだわってる方々もいらっしゃって、これが何なのかわかんなくなっちゃった。これ鉄かな？鉄っぽい。もう本当にわかんない。インテリアにこだわってる人からしたら、これまるっきり外観が変わっちゃうから、って感じじゃないですか。あんまりその
インテリアとかにこだわってない俺ですら、ええって感じだから、きっとみんなこれ戸惑うと思うけど、ああ、ちょっと字が足りないんで、埋めれませんでしたけど、そう、これで2段目か。2段目で3段目も結局、多分あれが、あの辺が洞窟です。で、こっち側も、やばい、これ本当に見づらい。この辺、これ、下がってるんで、多分これも洞窟につながってます。金を採取しておきます。あー、なんだろう、これちょっと困ったな。しばらく、本当にここの仕様なのか、ちょっと後で調べてみますけど、あ、閉じるものがない。なんか鉄鉱石と金が見づらくなってないですか？気のせいかな？いやー、本当にこれが続くなら、ちょっと慣れるのに時間またかかりそうだな。で、そう、3段目の横穴。で、これが、あ、これもこんなところに立ってるってことは、ここ穴なのか。これが、4段目？ 4 段目7。で、この辺行き止まりなんで、多分、骨の音がちょっと聞こえるので、あの辺が洞窟になってます。はい。わー、すごいな。仕様変更すごいな。じゃあ、とりあえず、ここ、次反対側、ブランチマイニングしていきます。で、前回、バベルの塔みたいなのを建ててるときに、遠くに街っぽいのが見えたので、今回はそれを確認しに行って、石を山ほど持ってって、で、すぐに、その街を囲えるように、石とか土とか、まあ、なるべく石でやっていこうかなと思ってます。真っ暗。本当になんていうか、あれでもこれ、あれかな？本当になんか暗さを調整したら見えるのかな？まだ言ってる。違う、花崗岩？もう、なんつうか、まずいっすね。あ、これ丸石なんだ。なんでだろう。なんでこんなに色違うんだろう。やっべ、いまだにこの仕様変更に文句垂れてますけども、こういうのあんま好きじゃないですよね。いい感じに変わってくれるなら、おおって言えるんですけど、見えにくくするとか、今までの、なんていうかな、あ、危ない。ブルーだ。ブルーストーンかな？ブルーストーンっぽいですね。鉄のスラジで取ります。おお、ブルーストーンかな。おお、なんかいろいろレシピが増えたっぽいです。設定変えたらなんとかならないかな。
敵は変わってないんだろうか。あ、そうそう、ですね、この辺を、このアジトの前を整地してですね、結構こ、ここの辺に見える湖の周りにこの牛とか鳥が多かったので、ちょっと牧場というか酪農というか、してみようかなと思いました。あ、牛もちょっと模様変わってるな。はい、このように囲い始めました。柵を作ってですね、なんか本当に変わっちゃったな。はい、このように変えました。わあ、なんか本当に俺慣れないな。どうしよう、困ったな。あとそうですね、クモを倒すと糸が出るんですけど、その糸を加工すると、白色の羊毛というものになりまして、これが4つぐらい揃ったので、実はこの世界で実はまだ全然ベッドがないので、そうだな、ベッドは白にしようか、白に白、羊毛があればベッドが、そうそうそう、やった。あー、ようやくベッドができました。ようやくできました。実はまだこの世界で一度も眠っていないという、こんだけ寝なくて大丈夫なんだろうかっていうぐらい寝てないので、これで寝れるようになりました。はい。どうしようかな。どこに設置しようかな。ここ？なんか方向があるんですよね。こういう時にはなんか吉方位とか気にする人は、方角とか風水とか気にする人は気にするんですかね。まあとりあえず魔物が出なければそれでいいんですけどね。魔物が近くにいると寝れないとかになっちゃうので、どうしようかな。こうしようか。よいしょ。こうすれば、あ、はい、立てれました。で、ちょうど今夜なので、初めてこの世界で寝ます。あれ？何これ？あ、これが邪魔だったんかな？とりあえず寝れました。はい、ベッド完成です。初めてベッドで寝ました。うわ、どうしようかな。そしたら朝になったので、エンダーマン見合わさないように、いない、でも声が聞こえる。ということは中に入ってきたか。見合わさないように、いないぞ。地下にもいなそうなんだけど、上かな、上に行ったんかな。ありえるな。やっぱりいない。いない。エンダーマンも姿変わったんすかね。
いや。そしたら、夜が明けたので、石を大量に持ってって、バケツとかも置いてって、そうだな。荷物は必要最低限にしていこうかなと思ってるので、この辺ですね。途中で敵にやられて、なくすのも嫌なので、でもな、新しいのにしていこうか。新しいのにしていきます。新しいのを持っていこう。そうすればいいかな。食料と。じゃあ、クワも置いていこうか。はい。で、釣り道具も置いてって、まだ釣りしてないですよね。本当は釣りしたいんですけど、釣りしてないです。これだけで、石を大量に、トン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 。もう全部持っていく勢いで。よし、壁も持っていこう。で、それでも足りなかった場合は、土も大量に。でも、こんなもんかな。こんだけあれば、なんとかなるんじゃないかなと思います。よし、では、いざ、冒険の旅に行きます。確か方向では、あっちだったので、太陽がもうてっぺんになっちゃった。まずいまずい。行ってみます。昼間のうちに行けば敵に会わなくて済むかなと思います。方向分かった方がいいと思うので、ちょっと一つ立てていこうかな。ここまで来たのは初めてかも。迷いそう。まだ塔見える。すごいな。立ててよかった。やっぱりなんか。なんかある。なんだあれ。建造物のような気がするんだけど。村じゃない。ピラミッド？ピラミッド？はちゃー。わ。ダメだった。壊してしまった。っていうか、村じゃなかったですね。どうなってんのこれ。変なとこに立ってた。やばい、魔物の巣窟みたいな感じですね。うわー、崩れるんだ。松明取りに行ったら落ちそうだからやめとこうかな。これなんだろう、これ砂？音が違う。なんだこれ。砂岩で合ってますかね。建物じゃな、でも建物っぽいんだ。やばい、迷路だ。まずい。ちょ。そうなんや。でも宝があるんかな、もしかしたら。誰かの動画って見たことある。
誰かの動画で見たことあるかも。この下行ったらなんか、ここ掘ったら宝箱、チェストがあって、そこスイッチ踏んだら爆発みたいな、多くの人がその罠にはまって死んでいる動画を見たことがあります。ここか。ちょっと今行く勇気ないなーっていうか、村やと思ってた。はあ。はっちゃあ。どうやら遺跡みたいですね。あっちもかな。あの高いところまで登ったらなんか見えるかな。ん？ん？あ、これ登るのも一苦労だな。あれ？なんか登るのは一苦労だな。間違ってる？登ろうとしたの間違ってたかな。おおおおお。ちょっと無謀なことにチャレンジしてるような気がしてきた。あ、登れない。天空の何かみたいな感じ。砂だらけっすね。とりあえず登ったどうっていうことで、タイマス立てますけど。そうなんだ。何もないんだ。うわぁ。そっか、遺跡か。まあなんかでも見たとこそんなに、広くはないのかな、もしかしたら。ちょっとした探検だけで終われるかもしれないけど、もう日が傾いて、なんか太陽の形も変わった気がする。なんか表示が変わった気がしますね。とりあえずもうここから戻ろうかな。夜になったらやばそうな気がするので、戻ります。そっか、遺跡か。遺跡でしたね。そっか。大量に作ったんですけどね。石とか土とか持ってきたんですけどね。ちょっと無駄だったみたいです。これはマグマだ。これは前にいたもんな。あ、月が昇ってきた。ここ不思議なんですよね、ここ。なんか十字架みたいに掘ってあるの。怖っ。なんか掘ったらあるかもしれないですね、あの辺。表示が違うから、なんか細長いんですけど、あー、そっか、三日月ってことか。え、これ、え、ちょっ、え、わかりますか、これ麦と普通の草
さ、わかんなくなっちゃってますよ、これ。パッと見。これ、麦っすよね。でも、こっち草ですよね。うーわ、わかんない。わかりづらい。そうなんだ。今からこうなんだ。嫌だな。そうそう、うん、そうでしたね。ここを埋めるつもりなんですよね。もうなんか、ここはもう、どうにもできないなと思いまして、ここは埋めておきます。動画で撮ってない間、ここ結構気を切ってったので、結構見晴らしが良くて、見晴らしが良くなった分、モンスターもあんまり近づいてこなくなってます。で、この辺、松明立ててあるんですけど、あの辺がちょっと、くぼんでるとこと、こっち側は、洞窟になってます。なので、まあ、そうですね。装備整えて、本当は、探検しに行けばいいんですけどね。どうにもこうにも、まだまだ、操作に慣れてないもので。なんかあんまり、モンスターは変更にな、あ、ここに、エンダーマンがいる。なんかモンスターの姿はそんなに変わってない感じがしますね。こんな風に変わっちゃったのか。ゲームをしてちょっとは経ちましたが、どうしましょう。どうしようかな。うわ、困ったな。寝ればいいのか、とりあえず。あ、なんか変だ、やっぱり。この天井がダメなのかな。出したらダメっぽいかも。そうか、こうすればいいかな。あ、あと製図か製図家みたいな、名前の村人がいたので、そいつに紙を渡しに行ってみようかな。するとなんか交換するものが増えるっぽいんですよね、村人と交換すると。なのでそれもいいかなと思うので、朝だよね。ちょっと釣りに行くがてら村に行って、村の様子を見ながら、製図家と交換してきます。本当に見づらい、草とか。こんな風になっちゃったんだ。
村人もなんかあ、ちょうど製図がもらえましたね。変えてみます。おい、良い取引。こうなるとなんか変わるのかな。あ、別に増えない。そうか、もうちょっと取引が、え、なになになに、匂ってんの？髪を匂ってるの？あ、増えた。コンパス。はぁ、あ、え、コンパスとこれに変える。あ、エメラルドをコンパスに変えてくれるわけちゃうんや。あー、そうですか。コンパス逆に欲しいんですけどね。あー、でも、こうして取引をすると、やっぱ、変わるみたいですね。なるほど。うわぁ、見慣れないわ。矢を交換するっていうのもまあいいかもしれないけど、エメラルドもあまり持ってないからな。今はやめときましょうか。あ、ここ何気になんかいろいろ置いてってるな。ああ素晴らしい素晴らしい。何気に荷物もありますね。金も置いてあるし、いい感じですね。まあ、いいか。ここに紙置いていこうかな。なんか思ったほどいい、まあいい取引だったのかどうかちょっとよくわかんないですけど。まあ、よかったのかな。そしたら、あ、そうだな、あっち側に海なのか湖なのかが見えるので、初めての釣りをちょっとしてみようかなと。あ、この人も製図家だった。あれさっきの人か。簡単ですね。あ、でも使えば使うほど釣り竿が壊れるっぽいかな。でもなんかレアなアイテムが釣れたりっていうか取れたりするらしいので、それが欲しいですね。これ場所によるんですかね、もしかしたら。場所によっていいのは、アイテムが取れたり。お、一緒か。でもあんまり、消耗は激しくないですね。結構、耐久力があるのかな。この分なら、十数回はできるかな。ていうか全部魚？な、魚ばっかりだな。生魚。場所を変えてみましょうかね。
いや、魚が釣れても全然いいんですけどね。ただもうちょっとなんか変わったアイテムが手に入ったらいいなと思ってまして。泳いでるイカとかは釣れないのかな。ん？腐った肉まで釣れるんだ。それはもっといらなかったな。目の前にイカがいるのに。なんか押された。イカに押された。なんか今違う。一緒か。魚ですね。この夕暮れ。なんかレアなアイテム取れませんかね。違う。名札。名札？誰の？名札？何に使うんやろ。まあ、とりあえず、多分レアなのかな？自分では作り出せないものが、とりあえず今、釣れたので、もう今日は、よいしょ。しようかな？あ、ボール。自分で作れるものも取れました。ちょっともう暗いので、モンスターに襲われる前に戻ります。札はちょっと変わってる。変わってる。くはいらんかったな。いろいろ松明を灯した方がいいらしいんですよね、どうやら。じゃないと周りに結局いつまでも魔物が寄りついてしまうというか、寄ってきちゃうらしいので。なんかこう、あ、本当に寄ってきた。なんかあんまりこうやって無作為に地面に松明を置くのがあんまり好きじゃないですよね。好きじゃないっていうか、なんか散らかしてる気分になるっていうか。あ、やばい。スケルトン、骨までいる。敵はいない。寝れる。あ、ちゃんと普通に
じゃあ、今日はこの辺にしておきます。どうしようかな。次回、そうですね、結構下地下を掘ってったら洞窟いっぱい見つけてるし、近くの洞窟もそろそろ制覇しとかないと、多分このアジトの下までついてるんですよ。なのでここに近寄ると多分敵の声がたまに聞こえるので、下手したらベッドで寝れなくなる可能性もあるので、やっぱりちょっと近くの、次回はそしたら洞窟、初めての洞窟にちょっと制覇チャレンジしてみようかなと思います。どういう装備で行けばいいんですかね。ベッドを持っていけばすぐ寝れるみたいなことは聞いたんですけど、でもモンスター近くにいたら寝れませんもんね。ちょっとまたいろいろ他の動画を参考にさせてもらって、自分なりに、装備を整えて、洞窟に行きたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。 See you next. バイバイ。